第200爆撃航空団は第二次世界大戦中のドイツ空軍の秘密爆撃部隊である。KG200 は長距離偵察、新型機のテストや露覚した機体を使用した特殊任務を行う部隊であった。KG200 の歴史は1934年にドイツ空軍がテオドール・ロベル大佐のポーランド上空での空中偵察任務に触発され、ロベルの指揮下で、 ドイツ国防軍の情報組織アップベイア付属の特別飛行隊を編成したことに始まった。戦争中にアップベイアがアドルフ・ヒトラーの侵入を失い始めたため、新しい偵察部隊第2テスト編成が1942年にベルナー・バウムバッハの指揮下で編成された。この部隊は1944年3月に第1テスト編成と合併して1944年2月20日に KG200 が編成された。1944年11月11日に、バウムバッハは飛行団長に就任し、すべての特殊飛行任務は、バウムバッハ指揮下の KG200 が行うようになった。KG200 は、通常のドイツ空軍部隊の飛行団とは異なりわずか2個の作戦飛行隊で構成され、その他の飛行隊の編成も計画されたが、 終戦までに実動にはならなかった。飛行隊はヨーロッパ中に広がるいくつかの基地から完全に秘得されて作戦活動を行った。KG200 ダイ飛行隊は保有する4機のハインケル HE115 のうち3機を使用して摘戦線の背後にアプベエアの工作員を降下させる任務を担当していた。最も大量の工作員の降下は1944年7月で、 合計260名の男女工作員が主に自動、解散式パラシュートを使用して降下した。これは、新衛隊保安部の直接式の下で実行された。KG200、第 I 飛行隊は3個の飛行中隊で構成されていた。第1中隊は長距離作戦。第2中隊は近距離作戦を担当した。第3中隊は、 フィンランドのリッサーラに駐屯し1機の HE115 を使用する海軍のパイロットで編成されていた。KG200 第2飛行隊は、電子戦、長距離偵察、日本支配下の中国北部への輸送飛行と特別、貨物輸送といったその他すべての任務を担当していた。KG200 第2飛行隊は、コマンド教習部隊の第3飛行中隊を保有していた。 第3飛行中隊は、ドイツのデデルストルフに駐屯し、訓練を行っていた。KG200 第3飛行隊は魚雷を装備した、フォッケウルフ FW190 戦闘機が配備されることになっていたが、発足しなかった。KG200 第4飛行隊は、パイロットの訓練と実動のユンカース190と、1290計画では、 1390とメッサーシュミット目264を使用した長距離飛行を担当した。実動状態になった場合、この飛行隊はアメリカ合衆国本土への長距離偵察飛行、工作員や爆弾の運搬を担当することになっていた。ボーイング B-17 回 -110、ボーフォートレス42から3604台350爆撃隊、バジャー、S ビューテー v 1943年10月4日にフランスのビリエ近郊のノルマンディに不時着。搭乗員全員が生存5名が捕虜となり5名は逃走した。KG200 は幅広く様々な任務を遂行した。戦争開始以前、空中偵察は通常比較的目立たない民間のルフトハンザ航空機にカメラを装備して実施された。この任務は戦争期間中も 民間航空機が運航できる限り引き続き行われ、それ以後の偵察任務は、ほとんどのバイユンカース1八8 6による高高度飛行によるものが、飛行艇を使用して実施された。ドイツの航空機では十分な航続距離を持つ機種が、なかったため、旅客した、ボーイング B-17 やコンソリデーテッド B-24、スポレフツ -2 をも使用して実施された、偵察任務さえあった。 ほとんどの場合、これらの機体は補給任務や重要人物の輸送に使用された。1942年の初めに銃爆撃機の不足を補完するために、ドイツ空軍は老朽化したユンカース1 88に巨大な成型作薬弾を取り付け無人の爆撃機の背部に負った誘導用の戦闘機から発進させ、目標に突入させる実験を始めた。 ドイツ空軍の計画責任者が期待するほどには効果はなく、ミステル計画は1944年まで続けられたが効果的な作戦はわずかであった。この部隊はもともとスコットランドにある英国海軍基地のスカパフローを攻撃するためのものであったが、ノルマンディ上陸作戦以後は連合国軍の進行への対抗策へと振り向けられた。 1944年6月24日の夜にミステルがイギリス海峡の目標に向けて発射された。18、18の1機は早々と投棄されたが、残りの4機のパイロットは発射に成功し育石かの封鎖艦を撃沈した。すべてのミステルは KG200 とヨアヒムヘルビッヒ大佐の指揮下に移管された。1944年末には、 ソビエト連邦の軍事施設と発電所を攻撃対象とした鉄椎作戦に傾注していたが、1945年3月に赤軍の進出により基地が奪われた。KG200 はミステルオーデル川と内瀬川に架か,かる橋への攻撃に集中するように命令を受けた。4月までにすべての利用可能なミステルは使用され、搭乗員たちは近隣の戦闘機部隊へ移動した。 自爆攻撃を行う飛行部隊を編成する考えが具体的に浮上したのは日本よりドイツの方が早く1944年2月にオット・スコルセニーとハイオヘルマンにより提案されているこの考えはハインリヒ・ヒムラーとハンナ・ライチュにより支持され彼女のヒトラーへの働きかけにより第5飛行中隊が創設された第5飛行中隊は 古代ギリシアのスパルタをレオニダス一世にちなんで、非公式にレオニダス飛行中隊と呼ばれた。レオニダス一世は、紀元前480年のテルモピュライの戦いで、ペルシア軍の進撃を食い止め、壮絶な戦死を遂げた。大戦末期に、少数のドイツ軍の高級将校たちは、帝国上空に侵入する連合国軍の爆撃機を阻止する最後の手段として、 自殺戦闘作戦を強要した。この作戦は、ゼルブストップファーとして知られ、V1 パルスジェット巡航ミサイルを有人化したフィーゼラーファイ 103R 機を使用して、敵爆撃機や地上目標に突入させるものであった。幾度かのテスト飛行が、レオーニー出す飛行中隊により実施され、パルスジェット推進ミサイルの大量生産が始まったが、このような作戦は貴重なパイロットの浪費だと、 感じていたベルナー・バウムバッハ大佐の介入により中止させられた。アクティオ24作戦の一部としてビスワ川に着水して赤軍の使用する橋を爆破する目的でドルニエド24が改造され爆発物が搭載された。熟練のパイロットの飛行により目標の上流に着水し橋に命中すると確信した時点で自殺パイロットは 期待を放棄し爆薬に転化することになっていた。赤軍が反撃してこないという過程や脱出した後で搭乗員が友軍の支配地域に帰ってくるというコンセプトは、はなはだ疑わしかった。この作戦用に改造された航空機は敵機の攻撃を受けて地上で破壊された。1945年4月21日、赤軍は レオーニダス飛行中隊の基地のあるユテルボグに迫った。このため、中隊の飛行は停止、人員は避難させられ、部隊は事実上消滅した。幽霊機団1945年2月、第741爆撃隊のウィーンへの攻撃で、 目標に到達する前に一気の幽霊 B-24 が我々の編隊に合流してきた P-51 たちが割り込んで無線でドイツの幽霊パイロットは自分が第55爆撃航空団所属で編隊から逸れたと言った。しかし第55爆撃航空団は当日に飛行しておらず尾翼のマーキングもなかった。戦闘機部隊の編隊指揮官は数回正射し、 幽霊機に引き返すように警告した。変態指揮官は、お前を警護すると付け加えた。ドイツのパイロットは、自力で何とかすると答えた。P-51 のパイロットは、お前が好もうと好まざるとにかかわらず、お前を警護する。どちらにしろお前への背後から2機が追尾するから、ユーゴスラビアに降りようなんてするなよ。と言った。幽霊機は警護の戦闘機と共に、 変態から離れていった。我々はそれ以降のことは何も聞かなかった。アーリングキンデム KG-200 は敵の背後へのスパイのパラシュート等か、レーダー妨害用航空機の運用、日本への長距離輸送飛行の実施、秘密の爆撃任務、混乱を広げるために露覚した航空機によるアメリカ軍爆撃機変態への浸透といった様々な特殊任務もいった。しかし、 これらの作戦に関する情報のほとんどはただ一名の捕虜の証言によるもので航空士研究家の中には疑いを持っている者も,もいる。1943年12月1日に D の識別文字をつけたボーイング B-17 が B の識別文字をつけたもう一機の上を飛行する姿が目撃された。両機ともに第303爆撃隊の四角いマーキングを施していた。 この機体は B-17 回 -111、棒11 42から3604バジャービューティ V のマーキングであり、この機は露革されたが、ドイツ空軍で修理や使用されたことはなかった。同じ日に短期のコンソリデーテッド B-24 が第44爆撃隊の編隊に合流してきた。この機体は第392爆撃隊のマーキングを施していたが、 この部隊は12月9日まで実動状態にはなかった。これらの作戦の間の1944年6月27日に、ドイツ空軍の飛行団識別記号 A3 回 B をつけた KG200 のボーイング B-17 がマニセス空港に着陸し、スペイン政府により抑留された。トーマス2003、P128、トーマス2003、 p153 から 154kg200、ヒストリーアットにワールドウォーにサイト、ハットトーマス2003、p156 から161、トーマス2003、pp86 から 88tbd。2009年8月8日閲覧。グラフ、ヒューアールライミ、トーマス A&、アッシュ、アルフレッド、4 5 5スボームグループ。 Flight of the Belgae Vultures 1943から 1945PP141 から22009年8月8日閲覧トーマス 2003P53 トーマス 2003P135 ありがとうございます